アンドレー・タルコフスキーはソ連の映画監督である。映像の詩人と呼ばれ、叙情的ともいえる、自然描写、とりわけ水の象徴性を巧みに利用した独特の映像美で知られる。深い精神性を探求し、後期から晩年にかけて人類の救済をテーマとした作品を制作、監督する。表現の自由を求めてソ連から亡命し、故郷に帰ることなく、 パリにて54歳で隠しする。1932年4月4日、ボルガガー流域の岩の墓地区、ユリエブツの近郊、ザブラジェで生まれる。父は、ウクライナの詩人として、著名なアルセニー・タルコフスキー。タルコフスキーの幼少期に父は家を出て、別の家庭を作ったために、主に母親に育てられるに描かれている。この幼少時にタルコフスキーは、 作曲家になることを夢見ていたと言われる。石品のうちに育ち、芸術学校でまず音楽の勉強をしたが家に、ピアノがないので、練習不足で断念。次に、絵の勉強を始めるが結核で一年完了用生活を送る。東洋大学のアラビア語に入学するが一年半で、中退。ちょうど、アメリカ文化に影響を受けた、スチラーガと呼ばれた若者が現れた時期であり。 タルコフスキーは、その流行の先端を行くジャズと女性が好きな、不良少年となった。心配した母親が、シベリア地質調査隊に入隊させ、1953年から1年間を、シベリアの大河の森で過ごす。その後、映画大学への進学を決意。父親の尽力もあって1954年に、全祖国立映画大学に入学。落ちこぼれだったタルコフスキーが、 名門のこの学校へ入学できたのは奇跡だったと友人たちは証言している。ミハイル論ムの下で映画を学んで頭角を表し、後にやはりソ連を代表する映画監督となるアンドレー・コンチャロフスキーやその弟のニキータ・ミハルコフラと親交を結ぶ。アメリカカブレは健在で3年生の時にヘミングウェン原作の短編、殺人者を制作。 タルコフスキーの世代は、スターリン体制が終わりを告げて、西側の文化がソ連に急速に流れ込んできた、雪解け器が青年期にぶつかっており、タルコフスキーもそうした文化に大きく感化されている。後に、彼が書いた映画評論も、ジャン・リュック・ゴダールからルイス・ブニュエル、黒沢・アキラ、ロベール・ブレッソン、アンディ・ウォホール、フェデリコ・フェリーニ、オーソン・ウェルズ、ミケランジェロ・アントニオーに イングマール・ベルイマンなど西側の映画への言及が多い。卒業制作短編のローラーとバイオリンはニューヨーク国際学生映画コンクールで第1位を受賞。1962年にウラジーミル・ボゴモーロフのベストセラー小説イワンを原作とした僕の村は戦場だったに急遽代役起用され長編映画監督としてデビューする。これは1962年の ベネチア国際映画祭で、禁止賞を史上最年少で受賞。国際的に高い評価を得る。企画段階では参加していなかった作品ではあるが、水や夢など、将来のタルコフスキー作品を彩るモチーフは、この時期から現れている。将来を嘱望されたタルコフスキーは、1962年から63年末に、かけて、ロシアの伝説的絵コン画家の生涯を描いた。 歴史対策映画、アンドレー・ルブリョフの脚本を映画大学の後輩、コンチャロフスキーと共同執筆。対策ゆえの予算不足と検閲で苦しみながら1967年に完成するが、ソ連当局より反愛国的と指摘されて、国内では5年間上映されなかった。海外では高い評価を受け、1969年のカンヌ映画祭で、 国際映画非評価賞受賞。ソ連では71年12月にモスクワで公開された後、地方都市でも公開されて、全国で290万人を動員した。映画監督としての力量自体は、モスフィルム関係者の中でも認められており、1972年には、莫大な費用を費やした、惑星、ソラリスを制作、SF 映画の概念を一変させたと評価された。 カンヌ国際映画最新サイン特別賞受賞。1975年に自伝的要素の強い鏡を完成、難解な映像が国内で厳しく批判される。1979年にはストルガツキー兄弟との共同脚本でストーカーを撮影。検閲をめぐってタルコフスキーと当局の確執は深くなる一方だったが、独自の映像芸術は、 世界中の映画評論家やファンを魅了し、国際的名声と評価は高まり続けた。決して娯楽作品とは言い難い。鏡を輸出する際、ソ連映画の超大作、戦争と平和より金額は高く提示したのだが、それでも国際市場では買い手はついたという逸話が残っている。80年には、ストーカーを含むゼンタルコフスキー作品でダビド・ドナテロ賞受賞。 その後、あくまで芸術家の自立性と表現の自由を求める、タルコフスキーは、ソ連を出国。イタリアにおいて、フェデリコ・フェリーニの映画に、脚本家として関わっていたトニーノ・ノグエラを起用して、ノスタルジアを撮影。1983年完成。カンヌ国際映画祭創造大賞、国際映画批評歌賞、エキュメニック賞受賞。ロンドンで、 オペラの演出などをした後1984年、ソ連当局からの帰国要請を跳ね付け事実上の亡命を宣言。ただ、事前に相談を受けたコンチャロフスキーが助言したように、この頃のソ連は各種の規制緩和が進んでおり、わざわざ亡命を宣言する必要はなかったと言われている。事実、コンチャロフスキー、ニキータミハルコフ兄弟は亡命もせずに、 西側で映画を撮っていたのである。ソ連当局の検閲に対するタルコフスキーの責任の嫌悪と恨み破格も強烈だった。その後、スウェーデンで主にイングマールベルイマンの映画に携わっていたスタッフの下で各戦争勃発を背景としたサクリファイスを監督。1986年に完成。カンヌ国際映画最新サイン特別大賞、国際映画批評家賞、 エキュメニック賞、芸術特別貢献賞を受賞。映画撮影時に末期の肺がんが判明してそのまま病床の人となる。他方、祖国では新たに共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフが公式にタルコフスキーの名誉回復を宣言し、帰国を認める声明を出すが、1986年12月29日、パリにて隠し。 翌1987年1月5日、パリの聖アレクサンドルネフスキー寺院で葬儀が行われ、同じく反体制亡命音楽家で、友人のムスティスラフ・ロストロポービチが追悼のバッハの無伴装置六味曲を捧げた。主に、世界の救済をテーマに、夢と空中浮遊、あるいは犬や水や馬や火などを象徴的に排して、 独自の映像美を追求した寡黙な作品群は難解という評価もある一方で全世界に熱狂的なファンを持つ。現在ではソ連、ロシアを代表する映画監督であり、その上調とも退屈とも取られる時間感覚はロシア的とも評されるが、かつての同僚コンチャロフスキーは彼はロシア文化より非常に西洋のカトリック文化の 影響を受けているという見方をしている。1970年代から1980年代初頭にかけて停滞の時代のソ連では宗教への回帰は作家の映画における一特徴を成していた。タルコフスキーの場合にはまさにこの時期にドストエフスキーに関する映画の構想をきっかけとしてロシアの宗教思想への関心を深めつつ19世紀 ロシアインテリゲンツやの遺産を継承しようとしていた。タルコフスキーを考える上で、さらに見落としてはならないのが、エリート芸術家という自負心である。だが、そのエリート主義は、彼が生きた時代のソ連社会における映画産業の交流や国家的維新の象徴としてのステータス、及びソ連の映画人、トル自身が形成した価値観と無関係ではない。長編デビュー作で、 ベネチア映画祭の最高賞を獲得したタルコフスキーは雪解け期のソ連の映画界のみならず芸術界全体で実際にエリートとして認められていたがその後の彼の構想がソ連当局が求める公式的社会主義リアリズムとは相入れなかったため絶えず当局との圧力が起きたタルコフスキーは国営映画会社モスフィルムの映画監督であり創作家としては 特権階級であったとはいえ、その地位は決して経済的に安定した生活を保障するものではなかった。後年には家族を養うためにアルバイト的な脚本執筆の仕事をしたり、友人たちから借金をせねばならなかった実情が彼の日記から伺える。アンドレイ・ルブリョフの撮影中にはどうしても必要だからと怯えている他のスタッフを尻目に生きている牛に自ら火を放ち、 惑星、ソラリスの撮影中には、セットの一部から出荷し、スタジオを累賞する火災が起きたが、パルコフスキーは、芸術家は頭を下げないものだとして関係者には、決して謝罪しようとしなかったなどのエピソードも残っている。ソ連を出国した後も、ノスタルジアの撮影中には最上級ホテルのスイートルームと最上級の食事を要求し、その上で、 西側のプロデューサーの支払いが悪いという愚痴を日記の中に延々と書き連ねているし芸術が大事なんですかお金が大事なんですかとプロデューサーに詰め寄ることもあったという。また、カンヌへのノスタルジアの出品に際しては対象受賞との交換条件での出品を強く運営サイドに要請。同時期に ナルジャンの出品で同様の要求をしていたロベール・ブレッソンとの板挟みになった運営サイドはノスタルジアには特設賞の創造大賞を贈ることで決着をつけた。日本で翻訳されているタルコフスキー日記には先にブレッソンが大賞受賞を条件にカンヌに出品したためタルコフスキーは条件を同じにするため運営サイドに同様の要求をしたという記述もある。また ソ連映画の大作、戦争と平和の監督セルゲイ・ボンナルチュークが、タルコフスキーの受賞に強く反対していたとも言われる。いずれにせよ、芸術は何者にも、まして最優先されるという、強烈な信念と自負が彼を支えていた。彼の創作を評価する上で忘れてはならないことは、彼が19世紀インテリゲンツやの精神的伝統に、連なるものとしての、 ロシア的な芸術文化を継承していたことである。キリスト教的であり、芸術家のメシア的な役割を常に意識するその芸術文化において、タルコフスキーの芸術家としての自負心は単なるエゴイズムや虚栄心とは異なる特殊な意味を帯びていた。ソ連時代における当局との圧力も芸術の役割に対する宗教的といって良い信念が、 無心論と唯物論に基盤を置くソ連の公式的イデオロギーと真っ向から対立したということが多分に影響していた。若い頃から俳句や日本映画に深い関心を抱き、特に黒沢明と溝口賢治に傾倒していた。黒沢がデルスーザーラの撮影でソ連に来た際、タルコフスキーは敬意を持って艦隊し、その後長く信仰を結んだ。 新しい映画を作る前には必ず七人の侍と右月物語を見ることにしていたという言葉も残している。惑星ソラリス制作の際には未来都市の場面を大阪万博会場で撮影することを計画するが当局からの許可がなかなか降りず来日した際にはすでに万博は閉会していた。跡地を訪ねた者のイメージ通りの撮影はできず仕方なしに 東京の首都高速道路の光景を撮影して使用した。黒沢によれば、あの首都高の光景は、タルコフスキーが宿泊していたホテルから、当時の黒沢の事務所までの道筋そのままだったという。黒沢も、当時の日本で、南海という世評が支配的だったタルコフスキーを擁護して、タルコフスキーは南海ではない。彼の感性が鋭すぎるだけだなどと書いて、 パルコフスキー映画を国内に広めるのに手を貸している。また、惑星、ソラリスにおいて、短いが、広島の原爆についての会話を挿入していることや、サクリファイスの主人公である父親が、自分の前世を日本人であると信じていること、核戦争が起きた日に日本の木を植えていることなどにも、パルコフスキーの日本への思い入れが感じられる。日本側では、 作曲家の竹光徹が、タルコフスキーの作品に傾倒していたことは有名。タルコフスキーの死を悼んで、弦楽合思曲、ノスタルジア、アンドレイ・タルコフスキーの強くに、を作曲し、タルコフスキーに捧げている。このほか、1983年に、モデスト・ムソルグスキーの歌劇、ボリス・ゴドノフの舞台演出を手掛けており、没後1990年のバレリー・ベルギエフ式。 黄色不可劇場還元楽団による上演が映像で残されている。上演時間は約220分でパルコフスキーが関わった作品では最も長い。ありがとうございます。